影と非、対極図、生命門、音明道は音明寮で教えられていた天文道、歴道といったものの一つ。これら道の故障は大学寮における儒学を教える明行道、律令を教える明暴道等と同じで国家機関の各部署での技術一般を指す用語であり思想内し宗教体系を指す用語ではない。古代の中国で生まれた自然哲学思想。 陰陽古行説を起源として日本で独自の発展を遂げた呪術や戦術の技術体系である。陰陽道に携わる者を陰陽師と呼んでいたが、後には陰陽寮に属しろく水の絵進化を使って占いをし、除災のために払いをする者すべてが陰陽師と呼ばれるようになった。音苗師集団を音苗道と呼ぶことがある。平安時代中期から後期以降に、 音名同宗家となった家系としては、安倍氏とその着流の末裔、土見門家及び、鴨野氏とその着流の末裔、風の光子家があったが、風の光子家は、戦国時代から江戸時代初期にかけて断絶し、鴨野氏書流、高徳家は明治以降消息不明となった。現代においては、土見門家及びその書や、倉橋家の子孫が健在するが、明治新以降は、 陰陽道との関わりを立た,たれ、現代に至っては全く陰陽道と無縁である。福井県大井郡大井町に現存する神道の教派、天社土御門神道は、歴史的に陰陽道及び土御門家と関わりのある宗教団体ではあるものの、関係者は土御門家の末裔ではない。かつては専門の研究者によっても、陰陽家の思想が日本に伝わったものが陰陽道で、 ある、と説明されてきた。しかし、中国では、音陽家の思想は、儒教や道教などに吸収されて、日本の音陽道に相当する独自の体系は、発達しなかったとされている。そのため近年では、音陽古行説が、自然界の万物は、影と日の二期から生ずるとする、音陽思想と、万物は木、火、土、金。 水の五行からなるとする五行思想を組み合わせ、自然界の音量と五行の変化を観察して、随章、最悪を判断し、人間界の喫凶を占う実用的技術として、日本で授与され、中国の戦術、天文学の知識を消化しつつ、神道、道教、仏教などからも様々な影響を受け取って、日本得意の発展を遂げた結果誕生したものと考えられている。 すべての事象が音陽とき、火、土、金、水の五要素の組み合わせによって成り立っているとする中国古代の夏、陰王朝時代に始まり、周王朝時代にほぼ完成した音陽古行思想、ないしこれと密接な関連を持つ天文学、歴学、疫学、時計などは5世紀から6世紀にかけて、アスカ時代遅くとも九だらから、 五教博士が来日した5百十二年内市駅博士が来日した5百五十四年の時点までに中国大陸随から直接内市朝鮮半島西域経由で伝来した音明古行説五世紀から六世紀頃音明古行説が仏教や儒教と共に日本に伝わった時音明古行説と密接な関係を持つ天文、歴数、時刻 駅といった自然の観察に関わる学問、戦術と合わさって自然界の随章、最悪を判断し人間界の喫境を占う技術として日本社会に受け入れられた。このような技術は当初は主に漢文の読み書きに通じた都来人の僧侶によって担われていたが、やがて朝廷に奉仕する必要から俗人が行うことが必要となり、7世紀後半頃から恩苗氏が 現れを始めた。7世紀後半から8世紀初めに、律令制が敷かれると、音明の技術は中塚佐少のもとに設置された、音明寮へと組織化された。音明寮は配下に、音明堂、天文堂、歴堂を置き、それぞれに、筆祥の判断、天文の観察、暦の作成の管理を行わせた。また、例では、 僧侶が天文や祭瑜遺症を説くことを禁じ、音明氏の国家管理への独占が図られた。平安時代以降は、律令制の士官と藤原氏の対等につれて、形式化が進んだ、宮廷社会で高まりつつあった音量に対する五霊信仰などに対し、音明道は戦術と呪術をもって蔡瑜を回避する方法を示し、天皇や、 国家の私的生活に影響を与える指針となった。これに伴って、恩苗道は、宮廷社会から、日本社会全体へと広がりつつ一般化し、法師、運苗師などの手を通じて民間へと浸透して、日本独自の展開を強めていった。日本の恩苗道は、恩苗道と同時に伝わってきた道教の法術に、由来する、カタタガエ、変売などの呪術や、 大山不君祭などの道教的な神に対する祭礼、さらに土地の喫凶に関する風水説や医術の一種であった呪言道なども取り入れ、日本の神道と相互に影響を受け合いながら独自の発展を遂げた。八世紀末からは密教の受法や密教と共に新しく伝わった先生術や戦術の影響を受ける。また、恩苗道は平安時代前期より、 国家祭祀への関与を施行して、本来国家祭祀を管轄していた仁義官が言ってきた神道の影響も受け始める。神道は死や穢れを生むことを重要視したため、中国からの伝来当時には含まれていた、死両祭祀や病気対策をはじめとする人の生死に直接関わる案件は、陰陽料からは排除される。もっとも、これは、 官人の恩明氏の話であって、民間での活動をどこまで規制できたのかは別の問題で、11世紀後期以降になると、貴族側の要請を受けた、恩明氏が病を引き起こす者の刑を払う例も見られるようになる。安倍の生命。十世紀には、恩苗道、天文道、歴道いずれも極めた、鴨忠行、鴨安夫氏が現れ、その弟子から、 陰陽道の戦術に卓越した才能を示し、宮廷社会から非常に信頼を受けた安倍の生命が出た。ただ雪、安則は生命に天文道、安則の国行へに歴道を伝え、平安末期から中世の陰陽道は天文道、歴道を完全に取り込むとともに、天文道の安倍氏と歴道の鴨野氏が二大宗家として独占的に支配するようになった。安倍氏、鴨氏による、 音明道の支配が確立したとはいえ、その内実は複雑であった。朝廷、院の公家ごとのみならず、石棺家から地下管理の指示まで宮廷社会における音明道に対する需要は陰世紀以後も高く、音明量の充実に伴って、安倍氏、鴨野氏は複数の流に分立した。彼らは朝廷に対して音明道、天文道、 劇道に関する業務を一族として受け負っていたが、一方で、安倍氏、鴨野氏の内部においてもそれぞれの着流や恩陽量の地位をめぐる争いを激化させる。こうした中で、平安時代末期から鎌倉時代初期になると、鴨野財県、財政府氏や鴨野家重、安倍康親、安倍春道、安倍広本などが活躍した。彼らは、石棺家や鎌倉幕府と結びつき、中には、 安倍国道のように鎌倉に下って幕府に直接奉仕する人々もいた。室町時代に入ると本来下級貴族の家柄であった安倍氏の着流は他の一族を圧倒して苦行に劣することのできる家柄へと昇格していった。中世には安倍氏が陰陽寮の長官である陰陽頭を世襲し、鴨の氏は次官の陰陽助としてその家風に立った。戦国時代には 鴨モノシ本家であった、カデノコウジ家が断絶、歴道の支配権も安倍氏に移るが、安倍氏着流の土見か土家も戦乱の続く中衰退していった。一方、民間では、室町時代頃から恩明道の浸透がより進展し、占い師、祈祷師として民間恩明師が活躍した。幕藩体制が確立すると、江戸幕府は恩苗師の活動を統制するため、 土見門家と鴨野氏の文家公徳池を再興させて、諸国陰陽師を支配させようとした。やがて、土見門家が公徳家を圧し、17世紀末に土見門家は民間の陰陽師に免状を与える権利を獲得して、全国の陰陽道の支配権を確立した。江戸時代には、陰陽道はもはや政治に影響を及ぼすことは、なくなったが民間で暦や、 大格の喫境を占う民間信仰として広く日本社会へと定着したが、その活動は騙し者と扱われたものも非常に多く、後の占い禁止につながるものである。それらを消耗紙と呼び、死の交渉に該当しない身分の低い専門として扱われた。明治維新後の1870年に至り、新政府は転写禁止令を発布し、 陰陽道を名神として廃止させた。天社禁止令による弾圧を逃れるために、強派神道に所属した例もあった。神道修正派に、多くの太夫が加盟したイザナギ流や天理教の孔で、ある、名聖者を立ち上げた、奥六兵衛の一派などがそれである。現代には、土見門家の開いた天社土見門神道と、高知県上郡物部村に伝わるイザナギ流を除けば、 暦などに名残を留めるのみである。音明堂の神々は複数の役割を持つために以下のカテゴリー分類中には同神名が重複して登場する。ありがとうございます。